おはようございます。成田です。えっ、ー、と、今朝方までね、ちょっと長いオークションでしたね。辛いです。クリスティーズデザイン終わりましたので、解説していこうかと思います。えっ、ー、と、これで一応ニューヨークのセールがすべて終わりということで、ヨーロッパがまだフランスが一つと、あとデンマーク、 1> が一つ残ってるんで、それ終わってから総括かな、なんて思ってます。では、えっ、ー、と、見ていきましょう。はい、えっ、ー、と、ロット2番のジャンル y ル日本人の方頑張ってましたね。しかし、最後は別の方だったと思います。ロット4、ルンバー、リンバーチュンとか、この辺はね、最近強いんですよね。きちっと値段をつけてきました。ロット6は138,600ですからね。まあ、エスティメートも高かったですね。 今回のオークション、ニューヨークのセールみたい。全体的にこの方のものがどうもフューチャーされてる。次のなんか仕掛けをニューヨークでしてるんじゃないかななんて僕は思いました。ロット7、ジャンロワイエール。こちらはもちろん人気のね、セットなのでね、行きましたね。81万9千ドル。素晴らしい。いや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 、前日のロワイエールが6億いっちゃったからね、それを見る ちゃうとね、ちょっと見劣りするんですけど、いやいや、そんなことはないですよ。 昔はこれはね、ここまでいかないソファーのタイプ。しかしこれレアですね。ほとんど見たことがないです。素晴らしい価格でした。次のロアエールがなぜか伸び悩んで44,100。それでも44,100ですからね。これはよく僕言うんですけど、エスティメートに差が開いてて、エスティメートのボトムで変えた人っていうのはラッキー。だってあわよくば6万の価値ありますよって言っても問題ないわけですからね。 はい。そしてなぜか盛り上がったロット10とロット11。<laughs> ジョージ,ジューブ73,080。えっ、ー、と、確かハンマープライスは58,000だったと思うんですけど、めちゃくちゃ盛り上がりましたね。びっくりしました。次のマテゴも引っ張られるように盛り上がって17,640。そしてプルベのデスク、カーブコンパス、こちらはね、えっ、ー、と、最楽が2万だったんですかね。17,000ぐらいまでしかビット入らないで終わりました。もし、 あの、欲しい方いましたら、アフターセールいけると思います。まあ、黒天板だからちょっと高いのかな。それにちょっとエスティメートが高いんで、交渉して1万5000ドルどうでしょうかって感じですかね。そして次のチュニジア。こちらもね、そこまで伸びず、18万9000。チュニジアはそこまでメキシカンほど人気がないんですかね。僕はチュニジアの方が好きです。 ロット15ペリアンこちらはスルーされてしまいましたね次のジョージ10部もこれもなんかジョージ10部今回異様に盛り上がりましたね32,760でロット17プルベイの CPDE アームチェアこちらそこまで盛り上がらず55,4404万2000ぐらいの落札だったでしょうかロット18次のペリアンの棚もほとんど盛り上がらず32,760、まあ、カラーがないですからね あんまり面白さはないですね次のロアイエールも7 5600とエスティメート内に収まってます次のロアイエール少し盛り上がりまして4 7880、まあ、ロアイエールって作品によってね大きな差が結構あるんでねトップピースはとんでもないですけどこの辺のものはまだ買えるものがありますはいそしてジャコメッティまたこれもやってくれましたね <laughs> 529,200。そして、そして、次の照明も119,700。そして、お得意のテーブルが478,800。そして、今回の、えっ、ー、と、もう、 一番盛り上げ役となってしまいました。ディエゴ・ジャコメッティのアームチェアのセット。こちらは100万ドルを超えてきました。いやー、素晴らしいですね。なかなか椅子は見ないですからね。まあなんかかっこいいなテーブルだなーなんて僕は思うんですけども。椅子もなんかありだなーなんて思ってます。最近ちょっとずつなんかこう、この前東京に僕打ち合わせに行ったんですけども。 ジャコメッティいけるんじゃないかっていう話を聞いてから、ジャコメッティが気になって気になって、今まで入札したこともないし、興味を持ったことないんですけど、やっぱりニューヨークのセールの最大の主役ってジャコメッティになるんですよね。まあ主役を取っちゃえば後はみたいなね。ソエヒ控えの芯をジャコメッティでいっちゃうのようなね、コレクターいたらそれはかっこいいですよね。 まあなんか合わせるソファーは考えちゃいますけどね。ロアイエール合わせちゃったらそのまんまだから、やっぱりイタリアのでかいソファーを合わせてね。で、ラウンジチェアにちょっとこだわっていろんなのを合わせたりするとかっこいいんじゃないでしょうか。ロット33の、これもね、盛り上がってましたね。これが今回ナンバーワンロットになりましたね。アルマンダ・アルベルト・ラチュー。いやー、見たことないです。 そしてよく知りません。<laughs> 265万1500ととんでもない値段がついてます。まあね、あのクリスティーズのインスタとかでもこれ押してましたもんね。<laughs> さあ、そして次からピエールシャーローが出てきまして、お決まりのネストテーブルが9万4500。これも盛り上がりましたね。次のシャーローも8万1900と大盛り上がりしてました。 で最近あのヨーロッパが注目するアメリカンデザインで TH ロブス・ジョン・ギビングスロット3835,280唯一のねなんかこういったものがね <laughs> クリスティーズ出てきたなっていうねちょっと面白さ感じますね楽しみですこれから。 そしてなぜか盛り上がったロット488,200。まあなんかね、オークショニアの女性の方が癖のある人でね、もう長引かせる長引かせる。僕のロットまで普通はロットは99だから1時間半だななんか読んでたんですけども、なんと僕のロットが来たのは夜中3時を回ってましたからね。引っ張りすぎでしたよ。<laughs> いや、本当に引っ張りすぎ。 はい。そして、フランシスコ・ザビエール・ラ・ラーン。こちらもね、行きましたね。エスティメートの5倍。<laughs> ビビりましたよ。100万超えですからね。汗が変な汗この辺は出ますよね。やっぱね。次のロット50のクラウデラ・ラーンの方の、こういうテーブルは使いやすいかもしれないですね。16万3800。いやいや、素晴らしいですね。 まあ同じテーブル2個出ててね2個とも同じ金額でしたねこういったものがね何かこう日本でもとんでもないお宅を建てるような人が最近はいますからねスッと合わせられるようになったら日本のこうデザインのところのボトムアップも一気に来るんじゃないですかねプルーベ・ペリアンで止まらないってことがね最近は東京の方とお話ししてるとありえるんじゃないか僕もいつかは。 ジャコメッティを扱える日が来るんじゃないかとかね。そんな日をちょっと夢見るというかね、いつか現実になりそうな気がしてきましたね。やりましたジャコメッティ落札なんて言ってみたいですね。<laughs> 箱根の彫刻の森以来だよ、みたいな <laughs>。 はい、えっ、ー、と、この辺少し難しいロットが出てきまして、ロット69イタリアン、この辺からジオポンティが出てきました。23,940。アンジェロ・レリー、伸びましたね。35,280。嬉しいです。 そしてロット71ジオポンティディステックスラウンジチェアこちら落ちなかったですねライトは2脚でも落ちてないですからねちょっと僕は最近見てるクラシックのイタリアカーの匂いがするまあイタリアカーよりこっちの方が先だからこういうデザインのもとにイタリアの車が始まってったんじゃないかなって僕は思いますジオポンティ大先生 はい、この辺のジオポンティもなんかこう、そこまで盛り上がるちょっと古典でしたもんね。さらーっと行ったんですけど、まあソファーが行きましたね。78,120。まあちょっと使いにくいですね。次のスカルパさん、そこまで伸びず。クレスピー。これ最近僕はね、あの、イタリアのオークションで楽しい人だなぁなんて思って見てるんですけど、やっぱきちっと値段がつくんですね。今度買ってみようかな。ちょっとでも合わせにくいですね。 デコの要素が強いいかななんて思いますはい、そっと刺すこれ、かっこいいなと思ってたら、12,600つきました。はい、そしてブルーレックが2本出てくるんですけども、ヘッドボードですかね、ソファーか。 まあ、さすがにこれをね、運ぶのが大変だってことで入札入らなかったですよね。そして、サルートさんがババーンと出てきて盛り上がったのは、ロット89、41580、素晴らしい。そして、ロット90にもね、盛り上がりましたね。 10万7100。そして次のフルーツシェイプのものもね、いきました。これはもう典型的なものですからね。3万1500。同じ方が入札してたんですかね。ちょっとよく確認はしてなかったんですけど、僕今回ね、あの、パドル持ってたんですけど、お客様の入札予定がなかったんで、ただのウォッチっていうので参加してたんですよね。<laughs> はい。そしてね、我らが中島さん、ロット99。その前のね、パーボティネルがね、異様に盛り上がったんですよ。それで僕はね、その流れを踏んで、いくかな中島も行ってくれなんて思ってまして、見てたんですけども、いやー、無事に行きました。157円計算すると、約1800万です。1800万です。 1800万です <laughs> いやー、いやー、ほんと嬉しかった。実はね、このテーブルの、まあ、また出品に関するあのー、動画は撮ろうかななんて思うんですけども、今日の、昨日か、昨日のお昼、オークション前にマイケルから連絡が来て、なんとミラさんから、このテーブルの 中島の手書きの図面が見つかったよ、ヒロって連絡が来て、なおかつ、小田急春クの展示図まで見つかったぞ、ヒロって連絡が来たんですよね。イエーと思って、それはすごい情報だね。ただもうオークションまで時間がないじゃんっていう話をしてたら、いや、もう入札予定者が3人いるから、その3人にアプローチ今からするから、期待しててくれって言われて、ドキドキしてたんですけど、オークション始まったら意外に、 最初、しーンとしてるからもう、あ、終わっちゃう。4万5千で終わっちゃうなんて思ってたら、そっからかぶせるように一気にね、8万まで行って、最後9万で止まって、ああ、もうよかった。お客さんからこれ僕委託で預かってるから、ああ、とりあえず、ありがとうございます。いけると思ってね、最後終わった後は本当もう、最初に出た言葉、ありがとうございますでした。 <laughs> いやー中島素晴らしい桜製作所の中島はまだまだ日本にありますよこの配置図を見たらねそこに同じランクのテーブルがあと4つはあるはずですからねその台座の上でまあもし1,000万と計算しても4,000万が載ってた小田急ハルクの1988年のテーブル「よし来い! <laughs>」って祈っときましょうはい。 そしてその後も中島のキャビネット6万3000とそしてベルトイヤが少しバババーッと出てきてもう僕はこの辺記憶を失ってます。 ロット106三層ダイニングテーブル。こちら珍しいテーブル。8万1900。なかなかいい値段いきましたね。6万ドル落札ですかね。次のミラさんのこの井戸もきちっと値段がついて、そして、あ倉松さん始まる倉松さん始まると思って、始まった倉松さんは11万ドルで入札が入って、結構さらっと終わりました。で、もうこの辺から僕はもう寝ようと思って、あのー、 おやすみって言ったんですけど、もうどうしてもなんかこうメールがいっぱいみんなから祝福のメールが来て、寝れなくて寝れなくて寝たふりして返事してないんですけど。<laughs> でまあしょうがなくダラ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 と見てて、やっちゃったなっていうのがロット124、倉松さんの How h i ム the Moon <coughs>。これがね、1万ドルからスタートして1万ドルで1入札入って終わったんですよ。 うわと思って。この前これ3000万いったロットですからね。まあ何があるかわかんないですよね。これ出品したやつは人はね、期待しちゃったんでしょうね。いやいやいや、まさかまさかの1万ドルで誰も入札入らないっていうね。僕持ってればパドル持ってたんでね、ログインしていけばポチッポチっとやってね、中島の利益から行けたんですけどね、やっちゃいましたね。爪がまだまだ甘い。 はい、そしてね、ロット123、これはま,あねまだね、いまだに買えるんですよね。それがそろそろバレてきちゃった感があって、どのオークション見ても大体3万ドルぐらいで終わってますね。まあそろそろ日本でね、これ買ってる、出してる人もね、もうやめなさいって言いたいですね。はい、えっ、ー、と、あとはティファニーとかのものになるので、 僕はちょっと専門外なので、この辺にしておきます。ではで、またあの、総括と中島のレポートは別の動画を撮りたいと思ってますので、クリスティーズニューヨーク6月7日の解説はこれで以上になります。ではどうも失礼します。